ちは。今回は数学2の、三角関数の解説第14回目ということで、三角関数の合成を紹介します。三角関数の合成とは何かというと、これは加法定理の応用の一つでして、サイン足すコサイン、サインシータ足すコサインシータ、係数も中の角も一緒の時ね、こういうふうになっているようなね、まあ、係数は違ってもいいんですけど、なんとか一時式ですね。A サインシータ足す B コサインシータっていう形があったときに、これをですね、一つのサインだけの式に直すことができるっていうのが合成です。こういう形に直せるよっていうのが三角関数の合成です。右辺はサインの何とか足す何とかっていう形なので、加法定理で変形すると、まあ、左の式にね、持っていけるので、加法定理の式をね、逆に扱ったようなものになります。で、これの考え方なんですが、まず、この右辺からね、紹介していきます。右辺を変形すると、R サインシータコサインアルファ足す R コサインシータサインアルファになります。で、ここで、ちょっとね、これを書き直すと、R かけるコサインアルファのサインシータ、プラス R のサインアルファかけるコサインシータっていうふうに書き直せるんでね。で、ここの部分に具体的な数字、R と、各アルファを入れることによって、つまり、こいつを A と呼び、こいつを B と呼ぶと、まあ、こういう形になるよね、と。それはすなわち逆方向に見ていく場合、R かけるコサインアルファっていうのは、半径 R の円、半径 R の円の中心角をアルファとした時の x 座標が A ってことになります。で、R サインアルファっていうのは、同じ方向での y 座標が B ということを意味してんだよね。だから、この A と B をサイン、コサインにくっついている数字 AB をこう座標平面に書いてみて、それに対応する半径と、それに対応する回転量を使えば、まあ、こういうふうに書き直せますよっていうのが、まあ、この三角関数の合成です。では、まあ、210番で、まあ、具体例を見ていきましょう。ということで、括弧1は、サインシータ足すコサインシータなんですね。で、これはサインにくっついている数字は1。コサインにくっついている数字も1なので、まあちょっと縦横の区別がつかないけども、1カンマ1を取ります。で、その1カンマ1をね、極形式的に見るんですけども、原点からの距離 R と、その回転量 α で表してみると、まあ、これは第一象限での45度形なのは明らかで、R はルート2、シータの α は45度なので、これはルート2かけるサインのシータプラス45度というふうに表すことができます。まあ、45度である必要はなくて、別に1回転後の405度とかでも別にいいんですけども、まあ、通常はできるだけ小さい角度で答えます。では、この途中の過程なんですけども、まあ、一発でこう直すべきなんだけども、まあ、もうちょっとね、詳しくやっていくとですね、こんなような流れを踏みます。まず、ここにくっついている係数の2乗の和を取って、それをくくり出します。まあ、要するに R をくくり出してるんですけども、ルート1の2乗足す1の2乗を無理やりくくり出すと、ルート2分の1サインシータ足すルート2分の1コサインシータというふうに書き直せます。ここで、この数字とこの数字は2乗して足すと絶対に1になります。なので、これらに対応する何らかのね、サイン、コサインの値っていうか角度があるわけですよ。で、それが、まあ45度なんだね。
だ今回はこのルート2分の1をコサイン45度と呼び直して、こちらは同じ角度でサイン45度と呼び直します。そうするとこの括弧内が最多コスモスコスモス最多形になっているので、サインの加法定理でこのように書き直せるというね、こういうふうな手順になります。まあ、こういう手順なんですけども、ここの部分ね、これコス45じゃなくてサイン45って言ってもよくない？みたいなね。ここをサイン45じゃなくてコス45って言ってもよくない？とかね。あるいは45度じゃなくて135度とか使ってもいいんじゃない？とかね。いろいろ考えられますよね。だから実際その通りで、ここをこういうふうに置かずに別の置き方すれば合成した結果が変わったりします。例えばここで、サインとコサインを入れ替えて考えた場合、これサイン45度じゃない？これコサイン45度じゃないっていうふうに、まあ、言い換えてみると、今度はコスモスコスモス最多最多になるので、コサインの加法定理でですね、符号変わりますけど、まあ、シータ引く45度っていうふうになります。まあ、実際これ90度ずらせばね、サインになるんで、まあ、実際同じ式なんですけど、まあ、このようにシータを1箇所にね、まとめることができます。まあ、なのでね、一つにまとめるというゴールにとってみると、まあ、サインに直す必要は別にあるわけではないし、まあ、角度も45みたいな、鋭角で揃える必要もまあないんですよ。ないんですけども、いちいちそこでバラエティ求めてもまあしょうがなく、まあ、特にね、さっさと問題解きたければ、まあ、毎回ね、こうやってサインにくっついている数字を A、コサインにくっついている数字を B として、この図を書いて合成するのが、まあ、手っ取り早いよということになります。特にね、コサインの方に直す必要もないので、まあ、問題がそう言ってるならまだしも、まあ、そうじゃなければ、まあ、毎回この方法で R、サイン、シータ、タスアルファという形に直していきます。まあ、ちょっと脱線しましたが、括弧2も括弧3も図を使って同じふうに解いていきます。はい、これはサインにくっついている数字は1、コサインにくっついている数字はマイナスルート3なので、1カンママイナスルート3という点を取って、それに対応する三角形の斜辺と角を見るわけです。これは1対2対ルート3なのは明らかですね。なので、半径は2、回転量はマイナスの60度だから、シータ引く3分のパイとやれば良いです。もし、アルファが0から2パイじゃなきゃいけませんみたいな条件がついてたら、まあ、マイナス60度っていう代わりに、まあ、プラス300度って言えば良いので、まあ、そういうふうになっている場合はですね、まあ、こういうふうに答えます。続いて、カッコ3です。カッコ3は、3サインシータ引くルート3コサインシータ。はい。先ほどと同じように、X に3、Y にマイナスルート3を入れた3カンママイナスルート3という点を取ります。ここが3で、ここがマイナスルート3です。三平方の定理で斜辺の長さを出すと、9たす3だから2ルート3になります。で、この三角形の辺の比率って1対2対ルート3ですから、ここ30度なんだね。なので、斜辺は2ルート3。中の角はマイナス30度なので、シータ引く6分の π と直せば正解となります。では続いて、まあ、今の応用としてですね、211番を見てみましょう。211番ですけども、まあ、これはサインたすコサインが何々というサインとコサインが混ざった方程式になってます。で、これね、2乗とかがついてれば、三平方の定理、サインの2乗たすコサインの2乗イコール1を使って、サインだけに統一したりっていうことができたんだよね。で、またね、これ右辺が0だった場合の問題も前にやってるんですが、右辺が0だった問題では、まあ、コサインが0の場合は当然解にならないので、両辺を
コスで割ってタンジェントにまとめるという手があったんですよ。ただし、今回は、まあ、右辺が0になってないので、両辺をコスで割っても、右辺にコスが出てきちゃうので、あんまり良くないんだよね。てか、うまくいかないんだよね。今回は合成というテクニックを使って、この2つのシータを1つに揃えます。これはもう210番の括弧1で使ったものなので、手順省略しますけど、これはルート2サインシータ足す4分の π に書き直すことができる。これをシータについて解くので、ルート2で両辺を割ってですね、玉ねぎ法ですね。シータ1箇所にしかないんで、外側から外していって、ルート2で割って2分の1。サインが2分の1になるときっていうのは、サインが2分の1になるときっていうのは、30度方向と150度方向です。ただ範囲がね、0から 2π じゃなくて、ちょっとずれてるので、ちょっとその範囲は無視して、一般解をまず出すと、シータ足す4分の π は、まあ、60度方向全部と、60度じゃないな、30度方向全部と150度方向全部になります。ここから4分の π を引いて、12分のマイナス π 足す 2πn と、12分の10から3引くから 7π ですかね。プラス 2πn となります。ただし n は整数です。これが一般解になります。今回の範囲は0から 2π なので、θ は0から 2π なので、θ は0から 2π なので、条件を満たすやつは0は代入できないけど1代入してですね、12分の 23π と、こちらは0を代入した時のみ成り立つので、12分の 7π と2つ答えが出てきます。はい。12分のってことは15度形だからね。あんま綺麗な答えになってないよね。まあ実際に今12分の 7π で合ってるかどうか点検してみると、12分の 7π ってことは105度なんで、サインの値はですね、4分のルート6足すルート2。で、コサイン105度はね、加法定理かなんかで調べると、4分のマイナスルート6足すルート2というふうになるんで、確かにこの2つ足すとですね、4分の2ルート2になって、2分のルート2になって、まあ、確かに一致すると。ね、まあ、15度形を知ってるとね、こういう、なんか手計算で答えが出る問題では、30度、45度、60度じゃなければ15度形が多いので、こういう検算がやりやすいです。はい。では最後に212番、不等式でやっていきます。ということで、これもね、まあ、両辺コスで割ってタンジェントで揃えたいんですけども、右が1なんでちょっと困ります。はい。左側を合成というテクニックを使い、シータを1箇所にまとめます。今回は、サインにくっついている数字は1、コサインにくっついている数字はマイナスルート3だから、1カンママイナスルート3を考えます。これもどっかで見たな。もうすでにやってるよね。はい。ということで、1対2対ルート3三角形なのが明らかになり、ここ60度だから、斜辺は2。回転量は60度なんで、θ 引く3分の π となります。これを θ について解けばいいので、sinθ 引く3分の π は2分の1以下となります。この2分の1以下っていうのは、まあ、この中の角はとりあえず置いといて、2分の1以下っていうことは、中の角がこっち方向になっていれば良いことになります。こっち方向になってればね。まあだからこの方向は、150度、150度です。で、こちらの方向は30度なんだけど、150度から30度っていう言い方はちょっとまずいんだよね。まあなのでね、一つにまとめたければ、範囲とりあえず無視してね、一つでまとめたければ、ここは390度と呼んで、150から390というふうに言っときます。ということでですね、この解は、150から、ちょっとラジアンにしなきゃいけないな。6分の 5π から、6分の 13π までの間ということになります。で、ただし、それ範囲を無視しているので、それに 2πn を加えたものの範囲も全部答えになるから、
まあ、こういうふうに書くことになります。n は整数です。3分の π を移項して θ についてまず解きますと、6分の、すいません、π 抜けてね。6分の 7π プラス 2πn から、6分の 15π。6分の 15π ってことは2分の 5π までということになります。で、ここで、n が0の場合と1の場合とマイナス1の場合かな。まあ、ちょっとまあこう見てみると、これ210から、まあ、これが450ってなってるんで、範囲超えちゃうんですよね。で、今回は θ が0から 2π なのでっていうのを入れますが、今回の答えの範囲が言ってることはですね、210度から450度までってことなんですよ。210度から450度までなんですけども、これあくまで n が0の場合であって、実際360度までだから2つに区切って答える必要が出てきます。はい、ということで、n が0だった場合から θ が210度から、まあ、これ 2π 超えになっちゃうんで 2π でストップ。だからこれとの共通範囲を取ってるんですね。だまあちょっとなのでっていうか共通範囲を取ってっていうふうに言っとこうか。0から 2π との共通範囲を取って、まあ、6分の 7π から 2π という部分と n にマイナス1を入れた場合ですね。n にマイナス1を入れた場合。だから、マイナス150度から90度までとの重なり部分を見てですね、0から2分の π となります。はい、ということで、答えは0から90度と210度から360度になります。まあ、実際ね、これ60度ずらしただけなんで、これをね、ヒュッてこうずらしてるんですけど、ここで区切られるので、0から90度と210度から360度っていう答えになります。はい。まあ、今回の解説はここまでとしたいところですが、もう1問入れます。三角関数の合成で今回出てきたのは、こう30度、45度、60度のね、合成しかなかったんですけども、実際にはそんなことはなくて、例えば3たす4とかね、まあ、こういうこともあるわけですよ。で、これ合成するとどうなるのかっていうと、まあ、3カンマ4を取るわけですよね。で、そうするとこの場合、斜辺は5っていうのはすぐ出るんですけども、ここの角度って、まあ、うちらは知らないわけですよ。正確にはね。きれいな整数にならないわけですよ。で、じゃあこういう時はどうするのかっていうと、まあ、これは5かけるサイン、シータ足すアルファになるとしか言えなくて、ここで、ただし、アルファは次の値を満たすと。コサインアルファが5分の3、サインアルファが5分の4を満たすっていうような言い方をします。ね、コサインが5分の3、サインが5分の4というふうに言えば、第一象限で3対4対5の三角形を表す角ってことが分かるんですね。だから、まあ、こういう時はですね、ここに具体的な30度、45度とか台に入れられなくて、代わりにこういう正し書きを加えて、こういう説明を行います。はい、でそれでね、十分なことも多いです。例えば、この式の最大値何ですかって言われたら、こういう形に書き直せば、あ、サインのグラフがアルファずれて縦に5倍になってるから、あ、最大値5みたいなふうな、ね、すぐに説明することができます。だから、アルファがね、正確、きれいな30度、45度にならなくても、全然問題を解くのには十分ということも多いです。はい。ということで、30度、45度にならなくてもね、合成自体はできるので、そういうことを押さえておいてください。はい。今回はここまでとなります。